こんにちは、タラチーです。1月4日にアシェットから出た鷲沢玲子の初めてのホワイトキルトをやっていきます。付属の材料と道具です。表布と裏布、キルト芯とキルト糸、しつけ糸、それとキルト針が5本としつけ針が2本、その他に用意するものが糸を切るためのハサミと待ち針です。コインシンブルやラバーシンブルがあると作業はしやすくなってさらにいいと思います。それと付属のしつけ糸が白色で生地の色と被るので、目立つ色のしつけ糸があればそれを使うのも良さそうですね。それでは作っていこうと思います。ステップ1、しつけをかける。裏布の裏面を上に置いて、その上にキルト芯、表布を重ねてしつけをかけていきます。結構生地が硬いから針の通りがあまり良くないですけど、気をつけてやっていこうと思います。縦横2本ずつしつけをかけたら、ほつれ防止のために端を折りたたんで、さらにしつけをかけてキルティングの準備完了。ステップ2、曲線部分のキルティングです。まずこの真ん中の丸から刺していくようで、その近くのところから針を入れて、表布だけすくうようにして針を出します。針を入れたところに玉留めが来てますね。これを引っ張ってどうにか生地の中に入れ込みます。あー怖い、糸が切れそうで怖い。ちょっとここ難しいとこですね。お、入った？お、入りました。ここからは裏布も一緒にすくって縫っていきます。まず針を落として、左手の指先で針が出てきたのを感じたら倒すようにして針を出す。で、ちょっとだけ針が見えたらまた立てて押して、これを繰り返していきます。一周刺し終わりました。もうちょっと立体感出てきてますね。この後は表布と裏布の間を通して縫う位置をここに移動してきたので、ここからハートを作っていきます。はい、ハートのパターンを4列すべて刺し終わって、今回の作業はここまで。この初めてのホワイトキルトシリーズは、創刊号を買ったその日にキルティングが楽しめるのがいいですね。裏地はこんな感じの落ち着いた大人可愛いデザインです。このシリーズの目玉でもあるキルティングをふっくら見せるトラプントの技法は、次号についてくる材料でできるようです。いやー、そうなるともう2号も欲しくなっちゃいますね。それでは今回はここまで。まったねー。